それではただいまよりソフトウェア部門のステージ発表を開始いたします。トップバッターは宮城彩さんです。宮城さん、準備をよろしくお願いします。小学生による発表はアイチャレ史上初めてだとのことです。作品名は風船です。それではお願いします。ゲーム風船を紹介します。名前、まずは自己紹介です。名前は宮城彩です。岩倉南小学校の4年生で音楽クラブです。あと陸上部です。趣味はゲームとゲーム作りと読書です。習い事履歴は、前は水泳とピアノをやっていて、今は学習塾をやっています。次はアイチャレ投稿の経緯を説明します。いろいろなゲームで、マリオメーカーとかプログラミングっていうゲームを最近やっていたんですけど、春ごろ iPad アプリで Swift Playing Ground でプログラミングを学習しました。夏休みに、本格的なアプリを作りたいっていうことをお父さんに相談すると、パソコンに入っている Unity を紹介してくれたので、インターネットにあったアイチャレに投稿するために、完成させることになりました。ここからムービー流しながら説明します。と、開発担当者および協力者です。ゲームデザインと音楽と効果音、プログラムは、ほとんど自分でやって、ツール探しとデータ変換のところはお父さんにやってもらいました。テストプレイとプレゼンアドバイスは家族に手伝ってもらいました。次、ゲームデザインについてです。自分でも作れそうなもので楽しいものっていうのを考えて、まずシンプルなルール、分かりやすいルールでスリルがあって楽しい世界観のものっていうアイデアで、まとまったものが風船で空を飛んで鳥を避けるというゲームだったので、名前が風船ということになりました。で、文字の印象を組み合わせて、こんな名前になりました。次、 C シャープへのチャレンジなんですけど、ビジュアルプログラミングよりかなり難しそうだったんですけど、ヒントが出てくれたので思ったより作りやすかったです。でも、いろいろわからないことを調べるのが大変だったので、いろいろなパターンを学習していくより、今分かっている最低限の知識で動かすことにしました。次、ゲームの主な処理の流れです。まず、タッチ処理っていうのが、左右移動のボタンと衝突するとこういうふうに、人あるいは風船が左右移動します。で、人と風船が衝突すると、今こういうふうにどんどん一緒に上がっていきます。で、動いているこの鳥と風船がぶつかると破裂します。風船が破裂します。で、カメラの方は風船をの高さをチェックしながら一緒に上がっていきます。作っている途中に変わったことで、作っている途中でいろいろ入れたくなったので、コースが長くなったんですけど、そうすると集中力が最後まで続かなくなってしまったので、休憩のために途中ゴール、これです、途中ゴールっていうのを作りました。で、その時は鳥の動きはそのままにして、風船を一旦止めるっていうことにしたんですけど、そうするとトラブルで、複雑になってしまって、特に途中ゴールの処理が複雑になって、どの変数をリセットすればいいのかっていうのが分からなくなってしまって、バグがいっぱい出ました。でも、コードを見直してみると変数が必要以上に多かったです。次、初期化整理のまとめです。と、途中ゴール、さっき言った途中ゴール、ここですね。途中ゴールすると続けるというボタンが出て、速かった風船が元の速さに戻っているっていう、スピードが初期化される部分初期化っていうのが
って始まって、で破裂した時にもう一度っていうボタンが出るんですけど、もう一度っていうボタンをタッチすると最初の風船に捕まるところから始まる。鳥以外が全部初期化されます。でなんとか完成することができました。開発環境は MacBook Pro 13インチで OS は MacOS、 ゲーム制作は Unity で、コードは VS コード、言語は C シャープです。と絵はメディパンペイントっていうアプリと、ガレージバンドっていう、音はガレージバンドっていうアプリを使いました。次はプログラム学習についてです。悩んだところ一つ目で、ゲームオブジェクトってあるんですけど、大文字と小文字の意味がちょっと分かんなくなってしまったところがあって、まあでもこういうゲームオブジェクト、大文字型なんですけど、型の先頭必ず大文字とか小文字っていうわけでもないので、ちょっとよく分からなくなってしまったんですけど、まあ VS コードの色設定を変えたらなんとなく分かりやすくなったので、まあこんな風に変数の型は明るい緑色になって、関数はクリーム色になったので、まあ根本解決はしてないけど見やすくなりました。次悩んだところ2つ目で、まあそのまま高さを変えたいんですけどできなかったので、今回は仮のベクター3の型の変数に値を入れて処理しました。でもなんか高さを比べるだけならできるっていうのがまだよくわかりません。まあ納得してないけど、とりあえず作ったのでこれから学習していきます。今回よく使ったもので、まあ変数の型、フロートとイントとブール、ベクさんで、まあゲームオブジェクトとトランスフォーム、あと自作のクラスを使いました。でコリジョン系のメソッドはオンコリジョンとかを使いました。でスタートの括弧の中はファインドとゲットコンポーネントで、アップデートの括弧の中は if 文で、まあブルーチのフラグ管理とかオブジェクト座標更新とかスプライト切り替えをしました。もうちょっと時間があるようなので、最後のシーンを見てもらいます。これ最後のステージなんですけど、まあ、最後のステージになると、最後のステージになると、まあ、どんどん音楽の音程とか、音楽の音程とか、あの速さがどんどん速くなったり高くな、音程が速くなって音程が高くなって速さが速くなります。でゴールするとこのフィニッシュっていうラベルが出て、まあここの跳ねてるところはユニティの物理を使いました。ご拝聴ありがとうございました。これで発表を終わります。ありがとうございました。それではこれより質疑応答の時間を取らせていただきます。質問のある方は挙手をお願いします。こちらからマイクを渡しに行きますので、マイクをいただいた方は質問をよろしくお願いします。ではこちらの方よろしくお願いします。いきなりレベルの高いゲームが出てきたので多分私以外も何人かすごいびっくりしたと思います。すごい出来だなと思いました。途中でお父さんとお母さんに一緒にテストしてもらったっていうくだりがあったと思うんですけど、実際にお父さんとお母さんに遊んでもらってどんな意見とか出てきました？まあ、家族に遊んでもらって、まあ、結構面白いって言ってくれて、まあでもちょっと難しいっていうのがあって、なんかちょっとまあ整理し、ちょっと簡単にしたんですけど、まあ、まだちょっと難しい。その時何が難しいって言われたんです？ムービー見てもらったら途中でこういうこの黄色い複雑な動きをする鳥がすごい難しくて避けにくいっていうのがあって、確かに、まあ、前は調整する前はもっと鳥がいっぱいいたんですけど、なるほど
逃げ道がないんですね。はい。まあこんな風にやられちゃってて。あ、でじゃあ鳥さんの数をちょっと調整してみたいな。はい。なるほど、面白いです。ありがとうございます。はい。他に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。質問のある方いらっしゃいましたら挙手をお願いします。それではよろしくお願いします。はい、ものすごいレベルの高いものが最初から出てきたなと思いました。すごいと思いますね。この作品を作る中で一番時間がかかったところはどこら辺でしょうか。あ、一番時間がかかったところは、まあ、やっぱりトラブルがあった途中ゴールの処理のところとかが、まあ、特に複雑になって、まあ、あとはコースが長くなったりしたから、まあ、それも結構延長になったと思います。なるほど。で全体としてどれぐらいの時間で出来上がったかとか覚えてますか。何日とか。あの夏休みの、うん、まあ、途中ぐらいから作り始めて、うん、まあ、大体、まあ、10月終わり頃に、うん、まあ、完成したので、まあ、結構時間はかかりました。なるほど、わかりました。ありがとうございます。それでは続いてそちらの方よろしくお願いします。もともとなんか、あ、すみません、朝日ネットの小川です。もともとビジュアルプログラミングから入ったってさっき発表があったんですけど、はい、スライドのどっかでそのぶつかった時の衝突判定とかのビジュアルプログラミングっぽい図がこのもうちょっと後かなにあったと思うんですけど、ここですか。あ、いや、なんかもうちょっと衝突とか書いてあった、ここですか。それのもう一個後かな、なんか、あ、それそれ、そういうのがあったんですけど、これはその設計とかは頭の中ではこういう感じで設計してたりしたんですか。まあ、作る最初の時からっていうわけじゃないけど、まあ、だいたい作り始めて、まあ、最初は一回止めてもう一回やり直しでやってたんですけど、まあ、途中からこうやってボタンを作るようにしたので、まあ、ずっと作り始め最初から考えてたわけではありません。整理するときに図を起こしましたっていう感じですか。はい、分かりました。ありがとうございます。以上で宮城彩さんの発表を終わります。ありがとうございました。